おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、曜日マッチの話させていただけたらと思います。曜日マッチに関してはもう目的としてはね、はっきりしていて、インターナショナルカップで優秀な選手を集めることです。これをね、サボってしまうのか、それともサボらずに丁寧にやるのかで、全くね、使える選手層が変わってきたりですとか、勝てるところが変わってきますので、まあ、ぜひぜひね、曜日マッチもバカにせずに見ていっていただけたらと思います。例えばね、こんな感じで表示させていただいていますが、アルゼーバルとかかな、あとはエンギャパンとは違うリザリーとかキフタニとかアブダサルとかリメリートとか、ここら辺の選手たちはですね、サウジとかイランとかパラグアイとか、カメルーンのメカヌキとかね、こういう選手たちはですね、曜日マッチの選手たちになってます。はい、もともとね、ガチャさんが少ない国でも曜日マッチの選手集めたら結構数出てきますので、そういうところでね、大切に取っていただけたらということで、今回もですね、いつも通り曜日マッチは獲得優先度 ABC でね、 A はぜひ取っていただきたい、 B はまあまあ手持ちと相談してください、 C は取らなくていいですよっていう3段階に分けて解説させていただきますので、早速ね、見ていけたらと思います。で、今回なんですけれども、曜日マッチの選手たちとは別にですね、いつも通り星5の監督が1000ポイント達成報酬として手に入ります。で、今回なんですけれども、ノースケート監督、トゥヘル監督、レイアールド監督、コンテ監督、ピオリ監督が手に入ります。持ってない方はね、ぜひこの機会に手に入れていただけたらと思います。こういう監督たちに関しても、使う、基本的にね、例えば普段のアリーナとか SWCC みたいな大会で使うときは、最新の監督を使えばいいんですが、そうではなくてね、監督の種類がいればいるほど、曜日マッチでね、組める監督のバリエーション、組めるフォーメーションコンボのバリエーションが増えますので、そういう面でもね、取っておいていただけたらいいんじゃないでしょうか。あとはね、この星4選手の、限界突破契約書に関しても貴重なものですので、ぜひ取ってください。今回の予備マッチね、7月6日、今週のアップデートから8月10日、来月の8月10日ですね、ここまでの1ヶ月間になりますので、今すぐ取らなくてもいいんですけれども、忘れてね、取り逃しがあるみたいなことだけないようにしていただけたらと思います。ってことで、早速選手見ていきましょう。まずはですね、イングランドのセンターフォワード、グリーンズ選手です。なんといっても彼の魅力は、プレースタイルゴレアドールですね。ここに関しては、もしもハリー・ケイン持っていないんだったら取ってほしいというところで評価 B とさせてください。ゴレアドールはね、本当に今なお貴重です。なかなかいないですよね、ゴレアドールね。またフィニッシャーとかが結構出てきちゃったりするので、意外とね、ゴレアドールって少ないんですよね。よいしょ。今こんな感じで分けましたが、ペレ、カンタ、トレゼゲ、ゴン、ケイン、まあ、ここら辺は星5のゴレアドールですが、星4の選手たちになってもハーランド、ペドロとかいろいろいますが、ガチャで出てくるのってペドロとイグレシアスだけかな。他の選手たちに関してはツアーイベントの報酬、ボックススカウトの報酬とかの選手たちになってきちゃうので、やっぱ少ないんですよね。ちゃんとね、その時からプレーしていたらいいんですけど、そうじゃないんだったらね、ゴレアドールって結構少ないと思いますので、ツアーイベントのボックスで手に入れられないとね、在庫少なくなっちゃうと思いますので、まあ、今回ね、超貴重なゴレアドール来たということで、わざわざね、取らないっていう方ももったいないかなと思いますので、まあ、さらっと取っていただけたらいいんじゃないでしょうか。まあ、ただね、ハリケーンいるんだったら本当に全くいらない選手ですので、まあ、評価 B とさせていただきます。グリーンズ選手ですね。さあ、お次はシルスタン選手、フランスのサイドアタックハードマーカーセンターバックの選手です。この選手に関してはね、本当に取らなくていいかな。そもそもね、ハードマーカーだろうとなんだろうと、フランスはもうとにかく層が厚いです。とにかく層が厚い。もう本当にね、フランスっていう国はマジでね、無限にガチャから出てくると言っても過言ではないので、はい、本当にね、フランスの選手は取らなくていいですね。曜日マッチに関わらず、基本的にはフランスの選手の優先度は低い、インターナショナルカップ的な側面で見るとね、低いということを忘れないようにしていただけたらと思います。いやー、かなりやばいよね。カチャさんの量もやばいよね。取りすぎて、センターバック陣でも、ズーマいるか、あ、でもズーマぐらいなんだ、星4はセンターバック。
ただ星3の選手いっぱいいますからね、結果ね。うん、で星4のガチャ3のズーマがハードマーカーなので、より今回のハードマーカー取らなくていいかなというところですね。まあハードマーカーなんていなくてもクラスだったらどうとでもなっちゃうんですけど、そしたらお次の選手いきましょう。お次はですね、よいしょよいしょ、こちらですね。はい、シュマイゼン選手、ゴールキーパーデンマークの選手になってます。スイーパー系統ですね。いや、すごく分かりやすく言うとシュマイケルですね、シュマイケルです。デンマークっていう国は、少ないんですけど、よいしょ、デンマークっていう国は、星5どころかガチャさんの選手がすごく少ない国なんですけど、ゴールキーパーに関しては皆さんご存知の通り、普通の方のシュマイケルがいます。通常シュマイケルがちゃんといるので、正直ね、 B かな、取りたければ取ってくださいって感じです。スイーパーになると星さんのハンセンがいるので一応ね完備されてるんですけど、まあまあいて困る選手ではないのと、まあ星4のスイーパーを仮に使うってなった場合、まあスイーパー仮に使うってなった場合星4の方が絶対星さんよりいいので、まあデンマークという国の弱さも相まって B 評価かなといったようなところですね。シュマイゼンね、うん、シュマイケルがいっちゃうからね。はい、さあそしたらお次、レフトミートフィールダーガーナのサムダリー選手ですね。はい、今回ではようやく来ました、ようやくにして唯一の A 評価、ガーナサムタリー選手でございます。レフトミッドフィルダー、しかもテクニコ、もうこれはね、何としても取ってほしい。まずガーナがいないんですよ。まずね、まずガーナが少ないのにテクニコなんて余計にいないんですよ。ガーナガーナガーナ、もうこれはね絶対取っていただきたいですね。ガーナこんなもんですよ、やばいね。予備マッチのブフォーと、あとはあれだね、スカウトさんのエッシェンがいますね。スカウトさん、たまにスカウトで星5選手が来ましたって言ってるやつですけど、スカウトさんのエッシェンがいます。エッシェンはすごく優秀な選手なので悪くはないんですが、やっぱりそれでもね、明らかに、選手不足が否めないガーナですね。特にこのメンバー見ると、一応アサモアがね左でいて、シュルップのレフトウィング今見たらテクニコがいっちゃうので、まあ、ちょっとそういう意味ではね、レフトミッドフィルダーのテクニコいるっていう感じかもしれませんが、なんといってもですね、例えばね、アサモアこれ左と OMF できるので、例えばシュルップはレフトウィングじゃないですか。そうやって考えた時にレフトウィングで、まあ、左レフトミッドフィルダーに準適性、オレンジ色の適性があると、本当にねガーナみたいな国になってくると、オレンジの場所、赤い適正ポジションではなくオレンジの場所でもいいので使えるとやっぱり強いんですよね。でサムタリーに関してはオレンジないんですけど、例えばサムタリーを左に置いてね、本来のレフトミドフィルダーの選手を OMF に置くだとか、そういう風な対応ができますので、やっぱりね評価 A というところできちんと取っていただきたいなと思います。はい、ぜひこの機会に獲得してください。そうしたらですね、最後いきましょう。日本の星野選手ですね。この選手もですね、取らなくていいかな。日本の選手はフランスの選手と同じように、まあサカツクが日本のゲームなので当然なんですけど、とにかく実装される機会が多いです。まあ、星野選手がね、毎回毎回ワールドカップなり、なんかナショナルの、まあ旧レジェンドね、旧レジェンドっていうことをしてですね、レジェンド選手たち、例えば岡野選手だとかも来ますし、まあ、現役の、ね、南野選手とかもどんどん来るので、本当にね、なんならフランスよりも人材優秀な国です、日本は。なので日本の選手は取らずに評価 C とさせてください。ってことでですね、今回曜日マッチの全選手さらっと全員解説させていただきました。今回ですね、まずはイングランドゴレアドール、ゴレアドールという貴重性から B 評価、まあ、フランスね、火曜日のフランスと金曜日の日本に関しては、まあ、それぞれね、国籍がすごく、いっぱい選手いるので、まあ、取らなくていい C 評価。シュマイケルはね、まあ、デンマークというところで B、サムタリーがガーナというところで A 評価とさせていただきました。まあね、8月10日までというところで、今すぐに、初めも言いましたが、特に今週はレジェンドマッチ本当に周回していただきたいですし、なんならね、レジェンドマッチが8月の3日までなんですね。ここ皆さん注意していただきたいです。8月の3日までレジェンドマッチなので、この3日まではね、必死にレジェンドマッチしてですね、ガチャチケットね、1万ポイント10枚のやつを貯めて、で、その後にですね、8月3日から8月10日の間で、さらっと、やるぐらいが一番いいのかなと、個人的には思います。まあ、レジェマ中もね、他のイベントはいろいろ来ますが、曜日マッチに関してはね、できる時に、特に今回ガーナだけですので、一つの国だけですので、さらっと回っていただければいいんじゃないでしょうか。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。くれぐれもね、レジェマ先に、レジェマより優先しないことだけ、
気をつけていただければと思います。ってことで皆様の駅ゲームらへん乗っております、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。